佐藤ささらです。鈴木つづみです。今回は今後の XRP の値動きについての3名の仮想通貨アナリストの予測を紹介します。2023年9月22日現在、 XRP は 0.51 ドル付近で取引されており RSI は49です。過去1年間にわたり 0.5 ドルのラインがレジスタンスとなっており、現在この水準を超えて上昇していけるのか、あるいはまた下落していくのかという局面にあります。この動画を見るとこのような局面における XRP 価格の動向について3名の仮想通貨アナリストがどのような予測をしているのかを知ることができます。ぜひ最後までご視聴くださいね。このチャンネルでは仮想通貨に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。本題に入る前にお得な情報をご紹介いたします。海外仮想通貨取引所ビットゲットの口座開設を当チャンネルの説明欄のリンクからしていただくと、先物取引手数料が永久 30% オフになります。ビットゲットは日本語対応、コピートレードが可能、取扱い通貨は600以上を、仮想通貨デリバティブ部門世界第5位などの特徴を持ちます。特にコピートレードは収益を上げているトレーダーと同じ取引を自動で行ってくれるというサービスで人気があります。当チャンネルのお得なリンクからビットゲットの口座開設をされてみてはいかがでしょうか。ビットゲットでは新規登録と KYC を完了して2000円相当の BGB をゲットできるというキャンペーンを行っており、期限は2023年9月30日までとなっております。報酬は先着順なので、登録をお考えの方はお早めに登録されることをお勧めいたします。以上でビットゲットの紹介を終わります。エグラグクリプトによる予測、 3.6 万人のフォロワーを持つエグラグクリプトは2023年9月21日に今後の XRP の値動きの予測について X Twitter に投稿しました。 XRP1.4 ドルへのカラーコード、 XRP が否定できない確証を得て 0.57 ドルでフィボナッチ 0.5 レベルを上回って意気揚々と終了した場合、私たちは 1.4 ドルに照準を合わせることになります。この流星の流星はもうすぐそこまで来ています。ただしこの話には続きがあることを忘れないでください。チャート上の色分けされた手がかりに飛び込んでください。 XRP アーミー、しっかりと手を握ってください。私たちは暗号空間のスパルタンです。エグラグクリプトはフィボナッチ 0.5 レベルを上回る 0.57 ドルで週足を閉じれば 1.4 ドルに照準を合わせることになると予測しています。またチャート上の色分けにも注目してくださいと述べています。緑色はブーリッシュ、強気、白色はレンジング、レンジ内、黄色はウィッキング、下ひげ、赤色はレッドフラッグ、危険信号ということが示されています。エグラグクリプトは XRP 価格は 0.57 ドルを超えれば 1.4 ドルへ向かうという予測をしているということだね。ダークディフェンダーによる予測、 9.3 万人のフォロワーを持つダークディフェンダーは2023年9月19日に今後の XRP の値動きの予測について X Twitter に投稿しました。月足チャートの XRP は超強いです。彼はレジスタンスマイナーを突破し 1.33 ドルだったレジスタンスメジャーに進みましたが、現在は 1.237 ドルまで値下げされています。フラッシュクラッシュや短期間のシェイクアウトによりクリプトのサポートの重要性がわかります。したがって以前のサポートが同じ 0.46 ドルと 0.39 ドルであることに注目しています。 1.237 ドルを超えると自信を持って XRP の史上最高値について議論できるでしょう。現在の構造は月足の時間枠で最後のロー即足が強気のピンバーに変わり、サポートを上回っているため最初にこの目標に到達するのに最適です。 XRP コミュニティ、リップル。ダークディフェンダーは日足と月足チャートの XRP はとても強く、レジスタンスマイナーを突破しており 1.237 ドルのレジスタンスメジャーまで上昇する可能性があると予測しています。そして
1.237ドルを超えると、XRP の史上最高値について議論できると述べています。また、相場が急落したり短期間の混乱があるので、サポートは重要であり、その際には 0.46 ドルと 0.39 ドルのサポートに注目していると述べています。現在の状況は、XRP の月足のロー足足が強気のティンバーに変わり、サポートを上回っているため、1.237 ドルの目標に到達するのに、最適であるということが指摘されています。ティンバーというのは、上髭や下髭を伸ばした形状のロー足足のことで、わかりやすく言うと、画鋲のような形をしたロー足足のことです。アークディフェンダーは、XRP 価格はレジスタンスマイナーを突破したので、次は 1.237 ドルのレジスタンスメジャーを目指して、それを超えると、史上最高値が見えてくるという予測をしているということだね。デュオナインによる予測、3.4 万人のフォロワーを持つデュオナインは、2023年9月21日に今後の XRP の値動きの予測について、X、Twitter に投稿しました。XRP は、2024年の初めから半ばにブレイクする可能性が高い、巨大なペナントを形成しました。ペナントから抜け出して新たな ATH に挑戦するには、価格が 1.3 ドルを突破する必要があります。主要な抵抗レベルは 0.87 ドル、2ドル、3.3 ドル、ATH です。XRP が 0.45 ドルを超えている限り、現在のバイアスは強気です。デュオナインは巨大なペナントから抜け出して、史上最高値に挑戦するには、XRP 価格が 1.3 ドルを突破する必要があると述べています。主な抵抗レベルは、0.87 ドル、2ドル、3.3 ドルであると予測しています。また、XRP 価格が 0.45 ドルを超えている限り、強気傾向にあるとの見解を示しています。デュオナインは、XRP 価格は 1.3 ドルを超えれば、3.3 ドルという史上最高値が、見えてくるという予測をしているということだね。まとめ、いかがだったでしょうか。今回は、3名の仮想通貨アナリストによる、今後の XRP の値動きについての予測を紹介しました。今後も XRP に関する情報をお届けしていきたいと思います。この動画の内容がいいと思ったら、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。今回の動画以外にも、XRP に関する動画を投稿しておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。再生リストのリップル XRP からご覧いただけます。動画の冒頭でご紹介したビットゲットの口座開設方法は、動画とブログ記事で解説しておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。動画とブログ記事へのリンクは説明欄に記載しております。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。よろしければ、こちらに表示されている次の動画もご覧くださいね。